こんばんは、TK です。今回ご紹介するのは自己肯定感を上げるアウトプット読書術という本です。本書は読書によって自己肯定感を上げ人生を好転させることができるというメッセージを軸に、選書の方法や読書に取り組む姿勢を語りかけるように教えてくれる、とても素敵な内容に仕上がっています。タイトルを見ると読書術と書いてありますので、本を読むためのテクニックを教えてくれる本というイメージを持ったかもしれません。もちろん本を読むためのテクニックも盛りだくさんの本書なのですが、本書が伝えたいのはそこではありません。本書が真に伝えたいことは、読書によって自己肯定感が上がるんだよというメッセージになります。自己肯定感という言葉がイメージしにくい方は自信に置き換えてもらっても大丈夫です。ただ今のお話を聞いて、読書で自信を上げることなんてできるの？と思われたかもしれません。結論から言うと、絶対にできます。この動画を最後まで見ていただければ、読書が自信につながる理由、そして読書を自信につなげるためのテクニックを理解していただけるはずです。話を分かりやすくするために、大きく3つのテーマに分けてお話を進めていきます。具体的なテーマは以下の通りです。 1. なぜ読書が自己肯定感を上げるのか。 2. 失敗しない選書の方法。 3. アバタロー式アウトプット術。以上3つのテーマを分かりやすく解説していきます。では最初に、本書を書いたアバタローさんの人物像を簡単にご紹介しますね。本書は書評 YouTuber として有名なアバタローさんが書いた本です。アバタローさんがご紹介する本は主に哲学や思想などやや固めのジャンルが多めなのですが、とてもお話が上手な方なので、予備知識がなくとも本の内容がスッと頭の中に入ってきます。またアバタローさんの特徴は何といってもイケメンボイスですね。とにかく声がめちゃくちゃかっこいいので、ぜひ一度動画を見てみてください。またアバタローさんは早稲田大学の文学部出身なのですが、実は大学に入るまで読書を一切してこなかった、むしろ読書を毛嫌いしていたんですよ。しかし高校生の時、恩師との対話を経て文学部という本にどっぷり浸かれる環境をアバタローさんは選択しました。この恩師との対話がなかなか感動的なので、ぜひお手に取って読んでほしい部分ですね。そして大学に入学してからは古典やビジネス書などあらゆる本に触れたアバタローさん、その経験が自己肯定感や仕事の取り組み方、そしてまさに YouTuber としての活動に直結しているわけですね。もともと読書嫌いだった青年が今や書評 YouTuber として大活躍されるなんて、本当人生はわからないものだと思いました。ではそんなアバタローさんが書いた自己肯定感を上げるアウトプット読書術を今から解説していこうと思います。はい、読書をする理由は様々あると思います。知識を蓄えるためだったり、単に娯楽として読む場合もありますよね。もちろんそういった側面も本を読む理由として大事ですし、他にも本を読む理由やメリットは本書でたくさん紹介されています。ただ今回は本書のメインメッセージでもある自己肯定感を上げるという面を強調して、読書の素晴らしさをご紹介しますね。そもそもなぜ読書が自己肯定感を上げるのか、その理由は大きく分けて2つあります。1つ目が成功体験を味わえるから、2つ目が自分の意思で決める過程を味わえるからです。この文章の羅列だけではイメージしにくいと思いますので、それぞれ詳しく解説します。はい、まずは成功体験を味わえるからという理由から説明していきます。自己肯定感を作り上げる一つの方法として、成功体験を味わうという方法があるんですよ。その成功体験を味わえるので読書はおすすめというわけです。でも今の話を聞いて、読書がなんで成功体験につながるの？と思いましたよね。理由は読書によって一冊の本を読み切るという成功体験を味わえるからです。少し理由が弱いと思われたかもしれませんので、ここでアバタローさんのお言葉を拝借します。一冊の本を最後まで読み切るのは山の登頂を一回成功させるようなものです。読む前の自分、読んだ後の自分ではきっと世界の見え方も変わっていることでしょう。どんな本であろうと自分が選び最後まで読んだのであれば、胸を張って思いっきり達成感を味わえばいいのです。仮に今まで全く本を読んでいなかった人が月1冊のペースで読書習慣を続けたら、年間12冊読んだことになります。それだけしかと思う必要はありません。大人になってから新しいことにチャレンジし、それを習慣化することの難しさは誰もが知っています。ですから遠慮せず達成感を味わえばいいのです。はい、いかがでしょうか。読書を山登りに例えるところが素敵ですよね。このアバタローさんのお言葉の中で大事なポイントは、遠慮せず達成感を味わえばいいというところです。どうしても人は他人と比べがちになりますが、そんなことをしていてはいつまでたっても自己肯定感を上げることはできません。
理由は上には上がいるので他人と比べている限り満足することができなくなるからです。今まで読書習慣がなかった人が月1冊読めるようになったっていうことはその人にとっては大きな成長ですよね。自己肯定感は小さな成功体験の積み重ねによって形成されます。本を月に1冊読めるようになったというのは決して他人に自慢できる功績ではないかもしれません。しかしその結果を自分の中で誇れればそれでいいんですよ。本を読み切ったという事実を他人と比較するのではなく過去の自分と比較してみてください。そうすればきっと本を一冊読み切るたびに成功体験を感じられるはずです。はい、読書が自己肯定感を上げる2つ目の理由は自分の意思で決める過程を味わえるからです。これだけだとイメージしにくいと思いますのでもう少し詳しく解説しますね。詳細は後ほど詳しく解説するのですがアバタロー式アウトプット術の中で本に付箋を貼るパートがあります。この付箋を貼るのは自分が重要だと思った箇所です。ちょっとイメージしにくいかもしれませんがこの行為そのものが自己肯定感を高める効果があるんですよ。なぜなら自分の意思で貼る箇所を決めているからです。僕たち人間は自分の意思で決められないという状況が積み重なるとどんどん自己肯定感が下がっていきます。例えば職場で上司の言いなりになっている人をイメージしてください。自分に自信がなさそうな人ばかりだと思います。逆に自分の意見をしっかり職場で発信している人はどうでしょうか。自信に満ち溢れている人が多いと思います。そうです、人は自分の頭で考えて行動する過程で自分の意思で行動できていると実感でき、それが自己肯定感につながるのです。自分が重要だと思った箇所に付箋を貼るというのは、正直地味な行動に感じたと思います。しかし、自己肯定感を上げるための派手な魔法というのは、残念ながら存在しません。こういう地味に映る行為がとても大事なんだということをここでは強調しておきます。最後にポイントをまとめると、本を読み切る過程、そして重要だと思った箇所に付箋を貼る過程で自己肯定感が上がるということになります。もちろん得た知識を発信して誰かに喜んでもらったり、実際に行動を起こして成功体験をつかみ取る過程でも自己肯定感を上げることはできます。しかし何でもかんでもやろうとすると行動に移すまでのハードルが高くなってしまいますよね。まずは欲張りすぎず、本を読み切る過程、そして重要だと思った箇所に付箋を貼る過程で自己肯定感が上がるということだけ押さえてもらえれば大丈夫です。はい、ここまで読書が自己肯定感を上げる理由について解説してきました。早速次にアバタローさんがどのように本を読んでいるのかをご紹介したいのですが、その前に大事なお話があります。それは選書のテクニックです。世の中には素晴らしい本もあれば、読むべき価値がない本もたくさんあります。なので、そもそもどの本を読めばいいのかという疑問はかなり重要なポイントになるんですよ。なのでここからは選書のテクニックを3つのポイントで解説していきます。そのポイントとは以下の通りです。1、方向性を決める。2、即効性の罠に注意。3、迷ったら古典。それぞれ解説します。選書で一番重要なポイントは方向性を決めることです。なぜなら方向性を定めないで本を買うと自分の心に刺さらない本を買うことになりかねないからです。方向性を誤るとその後どんなテクニックを使っても読書がつまらないものになってしまうので選書は時間をかけて行うべきだと僕は思います。方向性と聞くとなんだか難しそうに感じたかもしれませんが考え方はすごくシンプルです。要するに興味がある本を買えばいいということになります。この主張を聞いて逆に興味がない本を買う人なんているの?と思われたかもしれませんがそういう人は意外と多いです。例えば興味もないのに話題になっているからという理由で本を買ったことを一度はあると思います。ちなみに僕は話題になっているからという理由で21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考っていう本を買ったんですけれども正直全然楽しめませんでした。僕のような失敗をしないようにまずは本を買う前に自分の内面を言語化することをお勧めします。例えば嫌われるのが怖くて自分らしく生きられないという心の声が言語化できればあの名著嫌われる勇気にたどり着くことができるでしょう。このように自分が求めているであろう内容が書いてある本にたどり着ければその本は確実にあなたの血肉となって人生を豊かにしてくれます。自分の内面を言語化する場所は紙でもアプリでも構いません。少々面倒に感じるかもしれませんが、自分の興味が明確になっていない場合は、方向性を決める作業をぜひ実践してみてください。はい、方向性が決まったあなたに一つ注意してほしいことがあります。それは、即効性を謳い文句にしている本は怪しいということです。
例えば一気に解決するとか〇〇をやるだけで痩せるみたいなタイトルの本は内容が薄くて役に立たないことも多いんですよね。もちろん簡単に効果を発揮できるノウハウがこの世に存在しないと極端なことを言うつもりはありません。例えばスマホの通知を切るだけで通知に気を取られなくなり、あなたの集中力は爆上がりするのは間違いないです。しかし人々が抱えている底の深い悩みはすぐに解決できないことがほとんどですよね。なので即効性を謳い文句にしている本は基本的に怪しいと思ってください。ここで阿波太郎さんのお言葉も添えておこうと思います。読書は食事に近い行為です。1回の食事で急に健康になったり急に足が速くなったりすることを誰も期待しないように、1回の食事に対して即効性を期待するべきではないのです。はい、先ほどは読書を山登りに例えていましたが、今度は食事に例えてきました。この比喩表現の幅広さ、本当素晴らしいと思います。はい、阿波太郎さんの言うように、一冊の本を読んだからといって一気に人生が変わるなんてことはありません。一冊に対して真剣に向き合いつつも、その一冊だけで人生が変わると期待しすぎないちょうどいい距離感を持ってもらえれば嬉しいです。はい、3つ目の選書テクニックは迷ったら古典です。古典というのは時代を超えて長く読み継がれている本のことを言います。方向性を決めても、即効性を謳う本を除外しても、まだまだ候補に残る本がたくさんあるかもしれません。そのように候補が多すぎて絞れなくなってしまった場合は、とりあえず古典を選んでおきましょう。なぜ古典をおすすめするかというと、古今東西変わらない普遍的な知恵を学べるからです。この主張をより理解してもらうために阿波太郎さんのお言葉を添えておきます。通常本というのは時代の流れとともに読まれなくなるものです。なぜなら情報が古くなり次第に参考にならなくなるからです。しかし数百年数千年と歴史の風雪に耐え読み継がれてきた古典は違います。どれだけ時代が移り変わっても経年的に価値が落ちないのです。阿波太郎さんが主張するように、古典には時代に関係なく通用する原理原則が書かれています。したがってハズレを引いてしまう可能性が低いんですよ。もし読む本で迷ってしまったら古典を選んでみてください。ただ古典は表現が固く読み切るのが難しいので、もし古典に挑戦しようと思った場合は古典を分かりやすく解説している入門書を読むことをお勧めします。はい、ここまで見ていただいたあなたは読書が自己肯定感を上げることを理解し、どんな本を選べばいいのかも分かっていることでしょう。では最後に阿波太郎式アウトプット術について解説していきます。この阿波太郎式アウトプット術を習得してもらえれば、読んだことが頭に残らない、読んだ内容を人に説明できないというあるあるの悩みから解放されるはずです。具体的には以下7つの手順で解説します。 1. 集中できる環境を整える。 2. 仮説を立てる。 3. 温度が高い言葉を読み取る。 4. ツッコミを入れる。 5. 付箋を貼る。 6. A4 用紙にまとめる。 7. 発信する。ではそれぞれサクッと解説していきますね。はい、まずは集中できる環境を整えましょうと阿波太郎さんは語りかけてきます。具体的には本とペンと付箋だけを身の回りに置くというのが阿波太郎さんのやり方らしいです。なぜそこまでするのかというと、基本的に人は集中できない生き物だからです。進化心理学という学問によれば、僕たちの心理的特徴は狩猟採集時代に作られたと考えられています。その時代は今のように安心安全という世界ではなかったので、生き延びるためにいろんなことに気を配らなきゃいけませんでした。そんな心理に加えて、今ではスマホの登場によりますます僕たちの集中力は分散しがちになっています。そんな気が散った状態ではいい読書ができないので、無駄なものは極力周りから排除して読書に臨むようにしてください。はい、集中できる環境は整ったでしょうか。しかしまだ本を読んではいけません。本を読む前に表紙や目次を見て仮説を立ててみましょう。なぜ仮説を立てるべきかというと、著者の主張を読み取りやすくなるからです。例えば今回ご紹介している自己肯定感を上げるアウトプット読書術であれば、なぜ読書と自己肯定感を結びつけているんだろうという疑問が湧きますよね。そしてその疑問から、もしかして阿波太郎さんはもともと自己肯定感が低かったけど読書によって自己肯定感を上げることができて、その内容を本書にまとめているのではという仮説を立てることができます。このように想像を張り巡らせると、著者の主張がひしひしと伝わってくるようになるんですよ。
逆に何も考えずに本を開いてしまうと、著者の主張がなかなか読み取れず苦労することになります。仮説を立てるという準備はかなりの重要ポイントですので、ぜひ実践してほしいですね。はい、仮説を立て終わったら実際に本を読み進めていきましょう。しかし、いきなり一語一句丁寧に読むのではなく、まずは温度が高い言葉を読み取りましょうとアバタローさんは語りかけてきます。ここで言う温度の高い言葉とは、著者が熱を込めて訴えている主張のことです。要するに、いきなり本を全部理解しようとしたら大変だから、まずは大枠だけでもつかみましょうということを言っています。しかし、具体的にどの部分が著者が言いたいと思っていることなのかわからないんだけどとお悩みの方もいると思います。しかし、温度を持っている言葉を見つけるのはそんなに難しくありません。強調表現を使った文章に注目すればいいのです。例えば、最も重要なのは〇〇であるとか、〇〇を最優先すべきだのように、主張を強調したり言い切ったりしている箇所が温度が高まっている場所と言えるでしょう。ちなみに、今回ご紹介している本書の2ページ目に以下のような文章が書いてあります。読書によって人は自己肯定感を高め、人生を好転させることができる。それが本書で最も伝えたいメッセージです。はい、いかがでしょうか。アバタローさんの主張がはっきりと伝わってきますよね。このように、まずは温度が高まっていると感じる部分を拾い読み、ペンで線を引いておくと、本の内容をざっくりとつかむことができるので、ぜひやってみてください。はい、本の大枠をつかむことができたら、次はじっくりと本を読んでいきましょう。ただし、ただただ本を読むだけではなく、ツッコミを入れつつ本を読んでください。要するに、本と対話するような気持ちを持ってもらえれば OK です。どんな本でも違和感を覚える主張や明らかに受け入れられない主張もあると思います。そういう主張を鵜呑みにする必要は全くありません。何でもかんでも情報を鵜呑みにしてしまえば、自分の頭で判断する感覚がつかめず、自己肯定感は下がる一方になってしまうので、ご注意ください。ただ、違和感を持ったからと、その情報を完全にシャットアウトする必要もありません。そこであえて、なぜ著者はこんな主張をしているのだろうと疑問を持って本を読み進めれば、その主張に至るまでの背景がつかめて、あなたの考えが変わる可能性もありますよね。また、このように対話するような気持ちで本を読むと、一方的に情報を与えられている感覚がなくなるので、読書が楽しいものへと生まれ変わるメリットもあります。少し複雑になってきましたが、ここではただただ情報を鵜呑みにするのではなく、ツッコミモードの頭で本を読むと、より深い読書体験を得られると覚えておいてください。はい、ここまでくれば本との対話がある程度終わり、本の内容が概ね理解できている段階に来ていると思います。そこまで来たら次に付箋を貼っていきましょう。ただし、一つ注意してほしいことがあります。それは、付箋に明確な役割と枚数制限を設けるということです。ちなみに、アバタローさんは自分が重要だと思った場所に付箋を貼る、ただし貼る枚数は3枚までというルールを設けています。このようにルールを設けることで、あなたにとって大事な学びを頭の中に強く残すことができますよね。また、自分で大事だと思った箇所を選択することで、自分の意思で物事を選択しているという感覚を味わえます。そして、その感覚こそが自己肯定感を上げることにつながるんですよ。自分にとっての重要ポイントを3つ選び出す作業は、自己肯定感を上げたり、記憶への定着を高めたりと、かなり重要な作業になりますので、ぜひ実践してみてください。はい、ここまでの作業お疲れ様でした。本を1冊読み切ったことによって、自己肯定感は多少上向いているかと思われます。ただ、ここで終わりにするともったいないので、もう少し頑張りましょう。では、次に何をやるのかというと、A4 用紙に読んだ内容をまとめるという作業です。この作業をやる意味は、次のステップである発信するで非常に役に立つからです。内容をまとめると聞くと面倒に感じたかもしれませんが、実は簡単にまとめることができちゃいます。先ほど自分が重要だと思った場所3つに付箋を貼りましたよね。その3つを箇条書きにする形で書けば、サクッとまとめることができます。そして箇条書きした下に、総括としてその3つのポイントから学んだことや感じたことを書けば OK です。はい、まとめの作業が終わったら、そのまとめた情報を発信してみましょう。発信する媒体は基本何でも構いません。友人や家族でもいいですし、SNS でもいいですし、僕のようにブログや YouTube で発信するのも OK です。このように発信をすることで、自分が本当に本の内容を理解できているのかということを確認することができます。本の内容を発信しようとすると、中途半端な理解ではなかなか思うように発信できないんですよ。これはやってみるとわかると思います。また、
物事を説明する力も養われますね。本の内容をその本を読んだことがない人に伝えようとすると、話の構成や言葉遣いにかなり気を使う必要があるんですよ。最初はとても苦労しますが、やっていくうちにだんだんと説明する力がついていきます。この説明する力はプライベートでも仕事上でも一生役に立つスキルだと思いますので、ぜひ発信までなんとか頑張って実践してほしいと思います。はい、自己肯定感を上げるアウトプット読書術の解説は以上になります。今回の解説でアバタローさんの人物像や読書術の大枠が伝わっていれば嬉しいです。では最後に、ぜひ胸に刻んでおいてほしいアバタローさんのお言葉がありますのでご紹介します。アウトプット読書術の世界において他者比較という概念は存在しません。そもそも読書スピードや読書量というのはそれぞれであり、誰かに影響されてペースを変更するものではないのです。はい、この言葉は個人的に最も伝えたいことです。何をやるにしても皆さん他者と比較していると思います。しかし他者と比較している限り、本書のメインメッセージである自己肯定感を上げるという目的を達成することはできません。今回ご紹介した読書術を徹底的に実践しようとすれば、思った以上に時間がかかると思います。でもそれでいいんです。あなたのペースで本と向き合ってください。自分なりのペースで読書をした上で自己肯定感を上げる、これがアバタローさんの伝えたいメッセージになります。今回は自己肯定感を上げるアウトプット読書術の大枠を伝えるために省略しているお話がかなりあります。特にラストの恩師との対話はかなり感動的ですので、ぜひ手に取ってみてほしいです。また本書には QR コードが記載されているんですけど、そこから購入者限定の動画に飛ぶことができます。そちらの動画も素晴らしい出来に仕上がっておりますので、ぜひご覧になってください。はい、では以上になります。最後までご清聴ありがとうございました。はい、今回ご紹介した本とは全く関係ないんですけど、めちゃくちゃ癒される動画が YouTube チャンネルがありますのでご紹介します。このチャンネル、今流れているチャンネルは感動猫動画っていうチャンネルなんですけど、まあ、どういうチャンネルかっていうと、ただただ今動画に流れているように野良猫を撫でる、それだけです。それだけの動画なんですけど、めちゃくちゃ見てて癒されるんですよね。もう猫好きな人はこのチャンネル見たら絶対ハマると思うので、ぜひ見てみてください。リンクは下の方に貼っておきます。はい、では今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。